原崎監督は試合後、自分たちのミスから相手の時間になった、ボールの取られ方がまだまだ、もう少しゲームをコントロールしたいという話もありました。そのあたりの狙いというところが面白いなと思いますね。仙台と岡山の上位対決、今キックオフとなりました。キムテヒョンが一気に前線、ペリペカルドーゾを狙ったボール、これはタッチを割っています。仙台としてはそこを外すというところも大事かもしれないですね。木田が収めます。木田、ドリブラーの木田です。ボギーニョ、ミドルもあります。そのミドルシュートを狙っていきました。ファーストシュート、仙台です。両チームともインターセプトの数というのが多いチームです。仙台はリーグ1位、そしてここはパス乱れました。ミッチェル・デューク、ミッチェル・デュークのシュート、惜しくもポスト左、高い位置でボールを奪って、まあ、木田選手の、ね、バックパスがちょっと不要になってしまいましたし、デューク選手もいいところにいた中で、まあ、しっかりシュートを選択しましたけども、まあ、もう少しボールを持ち運べたのか、まあ、あとは仙台の方はそのビルドアップというところは気をつけたいですね。逆にそのあたりでボールを奪えるとお互いチャンスを迎えそうな、ここは田中です。田中、こぼれたところミドルシュートを狙ってきました。大畑キャッチング、特に仙台は高い位置を取る今シーズンの傾向があります。内田のクロス、ここ面白いボール、富樫のヘッド、ここは正面でした。まあ、ここ2つ3つ続けたプレーになりましたから、まあ、レフリーとしてはこのイエローカードのコントロールってところは正しいと思いますし、右のスペースに出したボール川本反応、川野サポート、その川野、前節アシスト記録した川野のクロスからヘッド、反のヘッド、しかしここはゴールキーパー、失礼、今シーズン2度目の連勝を狙います。後半が始まっています。左のエンド仙台、右のエンドに岡山です。岡山は人に来ますからね、そのあたりは見たいですね。キムテヒョン奪ってスピード上がります。さあ木田、4月の月間 MVP を受賞した木田、木田のミドルシュート、ーナイスキーパー堀田、まあ、どちらにも行ける形を作りながら、まあ、キム選手のランニングを生かして中に侵入しましたし、まあ、シュートの若さ、皆川、若さ、ワンタッチでうまくボールが回る若さ、そして木田のミドル、ここはキーパー正面。この時間帯で得意のセットプレーを迎えます。インスイングのボール、中央ヘッド、小畑、ここはキャッチング、ナイスキーパー、素晴らしい活躍を見せています。そしてここで試合終了の長いホイッスル、木山監督は今ガッツポーズを見せたでしょうか。